雲松巻蝶は、蝶名揚げ葉蝶上下白蝶下に分類される蝶の一つ。薄い白色の羽を持つ蝶。羽裏は、蝶巻蝶と同じく草ずり模様になっている。ただし羽先は突出せず、全体的に丸みを帯びている。前肢先端は、オスは鮮やかなオレンジ色、メスではくすんだ灰色になる。また、前肢中央に黒点があり、これが、 北アルプス足は丸く、南アルプス足は三日月型をしている。いわゆる鉱山町の一つで、大陸と陸続きになっていた氷河期にトライしてきたものが温暖化により国内の鉱山に逃げ延びたものである。したがって日本特産種ではない。これは他の鉱山町も同様である。本種は日本の超愛好家の間で非常に人気が高く、雲月と呼ばれ、 親しまれている。年一かで、成虫は5月頃から発生し、夏が終わると見られなくなる。越冬体はさなぎ。日だ山脈、赤石山脈、妙高山、戸隠山、八ヶ岳、国外では、ユーラシア大陸の赤山体に生息する。純絶滅器具、純絶滅器具、絶滅器具、ツールイ。ありがとうございます。